2.4次ニトルフェノールは有機化合物の一つ。黄色結晶性個体で甘くカビ臭い周期を持つ。消化性がある。ほとんどの有機溶媒やアルカリ性の溶液に溶ける。酸化的リン酸化を脱強薬化し、ATP の発生しないエネルギーの急速な消費を行う。自然界には存在しない人工の化合物である。2 4次にトロクロロベンゼンの加水分解によって合成される。主に防腐剤として用いられる。硫化染料、ジノセブやジノテルブなどの除草剤、現像液、爆薬の原料となる。細胞内のプロトンに対する世のフォアとして機能し、ATP 合成酵素を通さずに、ミトコンドリアや葉緑体の内膜からプロトンを流出させる。 膜管のプロトン濃度勾配が失われることで、プロトン駆動力が減少し、細胞の ATP 生産力が減少する。失われたエネルギーは熱に変換される。効果は、容量依存的で、多量に投与するほど、ATP 合成効率は落ちる。酸化的リン酸化の脱狂薬剤としては最もよく知られたものである。生化学領域では、化学浸透や、 他の膜輸送プロセスが関わる生体エネルギー論的研究でよく用いられる。1933年にスタンフォード大学のカッティングとテインターが DNP の強力な代謝促進作用を発見すると、しばたたく間にコーヒーマン薬としての利用が広まった。テインターはこの最初の年に米国だけでも10万人以上が服用したと推定しており、諸外国でも同様に用いられた。 通常、人体に対する DNP の作用の限界は、ATP の枯渇ではなく、脱協薬作用に伴う体温の上昇である。このため、過剰摂取は致命的な熱中症を招く。これに照らして、臨床的に用いる場合は、個人の体制に合わせて少量ずつ用いる必要があるとされていた。人における、急性致死量は 250mg、kg である。 危険な副作用と急激な白内障への懸念から、米国では1938年にはコーヒー薬として用いられることはなくなった。なが現在でも死亡を急激に落とすために用いているボディビルダーやアスリートが存在するとみられる。致命的な過剰摂取は珍しいが、稀に報告される。これには事故による暴露、自殺、意図的な過剰服用などが含まれる。 現在では、コーヒーマン薬としての利用は危険すぎるとみなされているが、その作用基準は潜在的に有用であるとみられ、研究が行われている。現在では、人から打内で合成され、同様の役割を果たす脱協薬タンパク質が発見されている。英国食品基準庁は DNP を深刻な急性、慢性毒性を持つ工業用化学薬品で、 人の健康に対して非常に危険であるとしている。消費者に対しては人の利用に適しておらず DNP をわずかでも含む製品は摂取すべきでないとしている。2004年には22歳の男性がコーヒーマン薬として摂取した DNP によって死亡した。2012年のイギリスでも接触障害を患った女子学生が同様に死亡し2013年の ポーランドでも、これと似た状況で20歳の女性が死亡している。この物質はインターネットで販売されている。薬物動態に関する情報は限られており、混乱している。アメリカ合衆国環境保護庁は、DNP とその代謝産物に対する消失速度データは、見つからないとしている。アメリカ毒性物質、疾病登録庁のトキシカロジクルプロフィールでは、 人の経口摂取に関する研究データはなく、動物実験データも限られているとしているが、肝機能が損なわれている場合を除き、体からの排泄は急速であるとも書いている。これは、ネイハムによる代謝応答から判断すると、DNP は3から4日で血中から完全に除去される。肝、腎に障害がある場合はこれより時間がかかるかもしれないという評価と一致している。 だが、最近の研究では奇妙な結果が得られており、測定された半減期は3時間から54日まで幅がある。このため、他の論文では、人における DNP の血中半減期は不明であるとしている。さらなる研究が必要ではあるが、ある報告では、DNP による熱中症をダントロレンの投与で治療することに成功したことが指摘されている。 酸化的リン酸化の脱協薬によりミトコンドリア内のカルシウムが放出され、再取り込みが阻害される。細胞室内のカルシウム濃度が高まることで筋肉の収縮が起こり熱が発生する。ダントロレンはカルシウム放出を阻害して筋子緩作用を示し、熱の放出を抑える。ダントロレンの投与にはリスクが少なく、酸化的リン酸化の脱協薬による熱中症の治療に、 効果的である可能性がある。投与が早いほど予後は改善するとされている。アルカリ金属やアンモニアとの間で爆発性の塩を作る。また、加熱によって分解し、窒素酸化物の有害な煙を出す。ありがとうございます。